はるにゃんです。今回は大好きなエチュードハウスのコスメでオルチャン風の春メイクをやってみました。それでは今回も元気にスタート。まずはマジックエニークッションのピンクを顔全体に伸ばします。私の使っているピンクは自然な血色の良い肌のトーンにしてくれます。しっとりした潤いもあって、カラーコントロール、UV 対策、保湿などなど優秀な化粧下地でございます。続いてエニークッションを塗っていきます。肌のカバーとハリとツヤを出していきます。そして次にコンシーラーで気になるシミ、そばかす、赤みをカバーしていきます。このコンシーラーは伸びも良くてカバー力もあって、とても崩れにくかったのでとても気に入っています。続いてブライトフィット BB バクトをブラシでつけ、ツヤのある明るい肌に仕上げていきます。これでベースメイクは完了です。続いてアイメイクに移ります。まずは薄いオレンジカラーをアイホール全体によくぼかしながら塗っていきます。そして次に濃いオレンジを目尻3分の2あたりまでぼかして入れていきましょう。その次にパープルカラーのラメが入ったシャドウを指に取り、黒目の上、目頭にのせていきます。オレンジとパープルのグラデーションがとっても綺麗なのです。続いてアイペンシルでまつげの際を埋めていき、目尻は下げて描き、長めにします。次にリキッドアイライナーでなぞるように描いていき、目尻はくの字を入れていきます。そして次にちょっとポイントで目尻に先ほどの濃いオレンジシャドウを入れていきます。春っぽい。続いて明るめのブローペンシルでニコッと笑って膨らんだところに影を作り、指や綿棒でぼかしていきます。そのままにしちゃうとクマみたいになっちゃいますからね。そして次にパールベージュのペンシルで涙袋、目頭から目尻にかけて引いていきます。ビューラーでまつげを上げたら、こちらの3ステップボリューム&カールマスカラを使います。こちらはですね、3ステップのまつげタイプが選べて、なんとその時のシーンに合わせてまつげを変えることができるんですね。次はチークです。春っぽい温かみのあるピーチを頬の盛り上がったところに入れていきます。オルチャンメイクはチークは薄めに仕上げるのがポイントかなと思います。次にパープルのチークを上から重ねていきます。パープルのチークを重ねることで、さらに肌に透明感が出るのだそうです。続いてリップコンシーラーで唇の色を消していきます。続いてティントも温かみのあるピーチカラーを使っていきます。唇の中央に塗り、指でなじませていきます。最後にクリアグロスを塗ってメイクは完成です。やったね。